高木武子でございます。小浜出身です。私は幼稚園教諭として39年間勤め、そしていろいろな社会運動の中で市議会議員に出させていただきました。市議会議員にならせていただいて8年になります。今回の市議会議員選挙の中では、今までの経験の中で市民が主人公、住みよい三原をスローガンに頑張ってまいります。なんといっても赤ちゃんから、あるいは高齢者に至るまでの生活、さまざまな皆さんの思い、そういった意味では主人公である市民の生活が大切にされるという、それを目指して頑張ってまいりましたし、頑張ってまいりたいと思っております。赤ちゃんが産みやすい環境を整え、そしてそれから健やかに育っていける三原市を目指してまいります。なんといっても少子化社会と言われております。そういう意味では子どもの問題、その中で本当に人を思いやる気持ちを育てながら、また若者の生活に入っていくわけであります。この若者が今の三原の現状ではなかなか三原に帰って就職ができない、私はこれが大きな問題だと思っております。三原市の町づくりを進めていくためには、若者が大学を出たら、あるいは高校を出たら帰ってこれる、そういう三原の町づくりの中で子どもを産み育てることができると思っております。現在年収が200万円以下未満の方が三原市全体で 69% ということになっております。そういう意味ではこの三原の中で本当に働き、子育てをし、そして町づくりの中に参加ができる、そういった体制をぜひ作ってまいりたいと思います。それが商業であれ、農業であれ、水産業であれ、あるいは工業であれ、いろんな範囲の中で若者が生活ができるという、そういった三原市を作ってまいりたいと思っております。そして今までこの三原市を支えていただいた高齢者の方がまた長生きをしてよかった、そういった三原市も作ってまいりたいと思います。高木武子はこの8年間の議会での生活の中で、若者がやはり元気になって三原市をより豊かに、住みやすい、住みよい三原にしていくという、そういったことを私は常に基本に置きながらこの間やってきたことをぶれずにこれからもやってまいりたいと思います。私の今までの政治姿勢のあり方、人間を大事にする、そして政治がまた基本は人間を大事にするということをしっかりと受け止めて頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。